はい、ランです。今回2回目ということで、早速前回の続きで、前回は、物質の分類と、原子、構造ですね、だったんですけども、今回ですね、まあ、とりあえず一番最初にちょっと話があるあれなんですけど、もうすぐ、まあ、もう夏ですけども、まあ、夏また花火がありますよね。あの花火の色っていうのは、いわゆる科学的に言うなら、あれは炎色反応と言われるもので、炎色反応の覚え方というか、いきましょう。その元素がですね、燃やした時に、特有の色の炎を出すというのがありまして、まあ、おそらく覚え方、今いくつか、まあ、インターネット上でも転がっていると思うんですけども、まあ、その中でもですね、まあ、私が高校の頃ですね、習った覚え方で、これ一つだけちょっと優れているところがあるんですよ。ですね、まあ、覚え方はもちろん語呂合わせで、するりと軽く縄張り届く、まあ、こんな感じで覚えるんですけど、大丈夫ですか、寝てますか、するりのするのところが、まあ、ストロンチウムなんですけど、ね、ストロンチウム、リーでストロンチウムで、まあ、遠くて軽くでカルシウムで、縄でナトリウム、バリでバリウムで、こうも置いといてちょっと覚えにくいんですけど、銅っていうので銅を思い出します。銅、チウム、で最後に空でカリウム。はい、このようにですね、すぐりと軽く、縄張りほどくと、このようにしてやると、まあ、この1、2、3、4、5、6、7と、この7と全部、まあ、金属元素なんですけども、この金属が燃やしたときにどんな炎色反応をするかというので、まずはですね、ストロンチウム。まあ、この辺はちょっと、どっちもまあ赤なんです。ストロンチウムとリチウムって どっちも赤なんですけども、まあ、ストロンチウムの方が触れないに近いということですけども、まあ、一応まあ赤と。ですね。カルシウムはいわゆる橙色と言われるやつで、まあ、赤銅色、銅色っていうみたいなやつ、ね。で、ナトリウムは黄色です。ナトリウムはかなり有名で、ナトリウムイエロー。言い方をすることありますけども、まあ、ナトリウムの黄色っていうのは実は割と普通に生活でもあって、例えば、まあ、今の IH とかじゃなくて、もっと昔のこう下からガスのコンロの時に、例えば塩化ナトリウムを、まあ、料理に入れることはまあありますね。塩を入れます、ね、塩化ナトリウムは NaCl ですから、まあ、あれはそういうふうに掘り込んだ中で、まあ、Na プラスっていうのと、まあ、ナトリウムイオンが出てくるんですけど、吹き出してしまう時があるんですね、沸騰して。その時に、下のバーナーのところの火のところにかかった時、そこの炎がバッと、黄色が出ることがあるんです。黄色が、黄色が出ることがあるんですね。あれはまさにナトリウムの炎色反応、ナトリウムイエローが出てくるということで、次にですね、リオンだと、色って言えばいいのかな。まあ緑とか緑色ですね。で、銅で、これ銅がまあ青緑って感じですかね。で、最後のカリウム。これ紫です、ね。
このようにですね、このように覚えると、まあ、するりと軽く縄張りほどくというふうに覚えてやれば、まあ、さっき一つ優れたことがあるって言いましたけど、私何が優れているのかと言いますと、人間の目に見える光線っていう、まあ、ちょっと物理の話にもなってしまうんですけど、まあ、人間の目で見ることができる、いわゆる可視光線、可視光っていうのには、波長が、この波長からこの波長までは見えるよっていうのがあるんですね。その時に、最も人間が目にすることができる、つまり見ることができる、最も長い波長の光の色っていうのが赤なんです。で、この赤よりも、もっと波長の長いってなったら、今度赤の層ですから、赤外線というふうに言って、これはもう目には見えないです。逆に辿っていって、人間の目に見える、最も波長が短い、光ですね。っていうのは、これ紫なんですね。ここよりも外行ったら、まあこれも想像つくと思いますけども、紫の外、すなわち紫外。紫外線ということで、紫外線は目に見えないんです。ということで、これどうなっているかというと、こっちから、こっちへ行くに従って、波長が大きくなっていっているんですね。逆にこっちに行くに従って波長がどんどん短くなっている、小さくなっている。ということで、まあ、炎色反応だけじゃなくですね、このようにもう一つちょっとプラスアルファの知識として、こういう人間が見える可視光線、まあ、まさに虹の虹色ですけどね、その可視光線ということもちょっとまあ理解できるかなというふうに思いますね。この覚え方っていうのはそういう意味では二つの意味があるんで、かなり並びにも関係意味があって、まあ、素晴らしい覚え方だなと思います。はいはい、じゃあ次にですね、前回ですね、原子核があって、その周りに電子がいるんだよっていうのを言いまして、その時に電子、まあ、すごい小さい声で言ったんですけど、その、まあ、総工場になってるんだけど、みたいなことを言ったんですけど、まあ、それをちょっと、解説してみようかなというふうに思います。まずですね、ここに、まあ、原子核が、だというふうにしてみましょう。そして例えばこういうところにこう、まあ、電子がおるような、そのこう軌道というか、軌道ではないんですけど、うん、まあ、電子がいられるようなこう、まあ、一つの層があって、でその外側にもまだあって、その外側にもまだあって、その外側にもまだあると、つまり電子っていうのは一つの、要するに存在できるところに5個だろうが10個だろうが100個だろうが全部入るわけじゃなくて、内側から順にこう詰まっていけばいいほど、外にこう詰まったら外、全部詰まったら外みたいな感じで、そういう構造をとっているんですね。でですね、こういうのを、私はよく漢字を間違えるんで、ですけど、こういうのですね、で見えないかな、どうしたらいいかな、電子の殻っていうふうに書いて電子核って言うんですけど、ね、電子核と見えないか、見えないかな、電子核、電子核というふうに言います。つまり電子の殻がこうあるんじゃないかし、でですね、そこそれぞれに乗れる原子、まあ、こういうところにこう原子が乗っかっていくんですけど、でそれぞれっていう前にまずは順番の名前ですね、内側から順に K から始めてアルファベット順にこうついています。つまり K 核って言います。まあ、ちょっと核がめんどくさいんで書かないですけど、K 核、その次が L 核、
その次が M 角、その次が N 角と、まあ、こういうふうに電子角というふうな考え方があって、電子というのはそういうところに存在してて、まあ、K 角なんて言ったらちょっとしか入れないんですけど、だからストイックほどいっぱい電子を入るとはめる、まあ余裕ができてくるんですけどね。はい、でですね、まあ KLMN というような角なんですけども、それぞれに、まあ、数字を振ってやって、例えば N イコール1の時を K 角とする、 N イコール2の時を L にする、 N が3の時を M 角、 N が4なら N 角とする、感じにし合って、それぞれの角の中には一体いくつの電子が格納できるか。電子っていうのは一つのところに全部入るわけじゃないですから、内側から内側からどんどん詰まっていくんですね。そしたら K 角っていうのは非常に小さくて2個しかないんです。 L 角っていうのは8個で満タンです。 N 角っていうのは18個で満タンです。で、N 角っていうのは32個で満タンなんですけど、ここで一つ大事なことが、例えば2個入りました、じゃあ次ここですね、8個入りました、じゃあ次ここですね、そこまでいいんですけど、ここでじゃあ18個入るか、入らないんですよ。なんで 入るの先こっち行くんですね。なんでそんなことになるかっていうと、これはもうこう考えてください。18個っていうのは実は2層構造をしてて、一旦8個で満タンなんだよと、で次にまだ10個入るところはあるけどもっていう感じの2層構造を振ってると、そんな感じですね。はい、同じように32個入る円、これは3層の構造をしてて、8プラス10プラス14というのは3層構造をしてます、ということですね。で、ここでなんで N って置いたのかっていうのを最後に言うんですけど、ですね、それぞれの入ることができる電子の個数は 2×2 の N の2乗個であるというふうに言うことができるんですね。これで例えば、まあ、K 角なら1なんで1掘り込んじゃって、まあ、2×1 で、まあ、2個だなと。で、N 角が2なんで、L が2なんで、2人が4、2が8個であると。で、N が3の時は M なんで、3エータ3が9、28と、2回一緒というふうな感じで、まあ、これが、まあ、電子核というようなものです。まあ、ちなみに電子核っていうのは、電子軌道とはちょっと違って、軌道ってなってくると、もうちょっと先の話になるんで、まあ、ここではちょっと、まあ、まあ、電子核というもとも簡単な分け方。っていうのを、これを覚えておいてくださいね。はい、じゃあ次はですね、おそらく皆さんが覚えたであろう水平 DBA というやつで、まあ、あれは何かというと、原子番号1から原子番号20までを、まあ、全部覚えようということで、これは絶対覚えておくわけです。これはさすがに覚えないと先進めないんで、これだけ覚えてください。覚え方はまあどんな語呂合わせでもいいですけど、とにかく合ってれば。一つ大事なのが、まあ、とにかく覚えて、水素とヘリウムの間に核がこう入るようにしてくださいね。水素って、ね、1族に対してヘリウムとか、ね、18族のかなり離れてるので。もう一つ大事なのは、2の次13が来ていますよね。これ実際、教科書とか開けて見てもらったらいいんですけど、このベリリウムとかマグネシウムと、この酵素とかアルミニウムってすごい離れてるんですよ。この間に3、4、5、6、7、8、9、10っていう族が入っているので、
だからまあここは、まあ、こんな感じで例えばねちょっと省略しますよみたいな。でこれからちょっと丸つけていきますから、何の丸かっていうのをちょっと考えてもらえればいいんですけど、これ丸ですね、これも丸ですね、こんだけ丸です。あと丸つけないです。これ何かというと、この丸をつけたやつっていうのは、金属元素です。1から20の中の金属元素はこんだけ、この7個だけ、あと非金属です。金属元素で、これがなんでこんなのが大事になってくるのかと言いますと、これが分かってるか分かってないかによって、残りは非金属ですね。これが分かっているか分かってないかによってですね、まあ化学結合を考えるときにものすごい重要なところとなるんで、これは絶対に頭に入れてくださいね。まずここからここまでバーッと書く。で、2から13まで飛んでることは忘れない。さらに金属元素には丸をつけてみましょうと。目標はこれを覚えていく。今回はまあちょっと短いですけど、これで終わります。はい。